皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。やってまいりました。 JR 浜松町駅北口、こちらから徒歩5、6分程度で竹芝客船ターミナルへと向かいます。というのも今回も発見してしまいました。東海汽船さんのスーパー島特切符、なんと一人6,000円、片道？いいえ、これ往復の値段なんです。伊豆諸島の島々、大島、利島、新島、式根島、神津島、そのどれかを往復して6,000円。びっくりですよね。ちなみに三宅島、御蔵島、八丈島は往復で12,000円です。この価格もびっくり。どこに行こうかなと悩んだのですが、伊豆大島は前回行きましたので、今回は式根島に行くことにいたしました。伊豆大島は今は椿祭りをやってらっしゃいますね。以前伺った際の動画もあります。概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。式根島の特徴は豊富な温泉、そして綺麗な海と海水浴、自然と景観。道路は1周約5キロ、周囲は12キロ程度なので、レンタカーを借りなくても女一人、レンタサイクルで島を1周できちゃうのもいいかなと思った決め手。東海汽船さんのツアーパンフレットを参照いたしますが、大島、利島、新島、式根島、神津島の位置関係はこんな感じ。この距離を往復できて、自然も楽しめて、往復6000円ってすごくないですか？船旅好きにはたまらない代物。内容はというと、夜の10時に東京を出発。島々を巡って、式根島には朝の9時頃到着。2時間ちょっと島で遊んだ後、11時25分発の船に乗って、その日の夜、7時から8時ぐらいの間に東京に到着といったプランです。船中泊も楽しみですし、翌日のゆったりとした船旅も楽しみ。ワクワクが止まりません。というわけで、夜の浜松町駅に降り立つと、港区らしく素敵なオフィス街に綺麗な照明。駅を降りてすぐに見えるのがこのマスト。マストのオブジェは何のモニュメントだったかな、ちょっと思い出せませんが、嫌が応にも気分が盛り上がります。ターミナルに向かう間にはコンビニもあり、酔い止めやおにぎりなども購入することができますよ。マストには水平さんもいらっしゃいます。見つけられますか？広場を経て竹芝客船ターミナルへ。まずは予約した番号を言ってチケットを購入。周囲にはパンフレットがいっぱいあるので、次の旅のためにこちらもゲット。ショップ竹芝さんにはスナック菓子やお土産物もあります。中でも箱舟家さんたちのグッズが可愛くて、どれも欲しくなっちゃいます。船にはちゃんと名前がありますよ。船を見たかったので、10時出港の1時間前に私はやってきました。その時時間を潰すのにぴったりなのが3階に上がること。今回は八丈島行きの橘丸も停泊していました。ここから見るレインボーブリッジは夜はとっても綺麗です。東京湾の眺めも最高。おしゃれで夜歩くだけでも楽しいコースです。船好きにはたまらないかも。画面では伝わらないかもしれませんが、この橘丸とっても大きいんですよ。黄色と緑が鮮やかで、いつか乗りたいなぁと思ってしまいます。時間があるのでフェリーターミナルの周りを散策します。これからくっちゃね生活に入るので、ちょっとお散歩も大事。以前日中のフェリーターミナル周辺のお散歩コースの動画も作成しましたが、夜はまたライトアップされて違った雰囲気。この雰囲気もとっても素敵ですよ。その動画もよろしかったらご覧くださいね。海の周りって
なんてワクワクするんでしょう。ベンチもあって座ってゆっくり眺めることもできますよ。寒いのであまりいませんでしたが、夏になったら人がいっぱい来そうですね。いかがですか？立花丸の勇姿をご覧ください。今から三宅島、八丈島に行くんですね。私が乗る船の30分後に出港、そして出港の手続き場所は式根島行きの船のすぐ近く。おっちょこちょいな私は怪しい匂いがプンプンしますよね。それはともかく、はい、先に見えるのがサルビア丸です。今回私が式根島に行くのにお世話になる船、比較的新しい船なのでとっても綺麗で凛々しい印象。もちろん眺めに参ります。暗い夜空に浮かぶ白い船、コントラストも美しく飽きません。長さももちろんですけれども幅も結構あって立派な船です。総トン数は6099トン、全長なんと118メートル、幅は17メートルあります。そう、118メートルもあるんですよ。今出港を目指して貨物の積み荷の真っ盛り中。宇宙空間のようなこの通路がくっつけば乗船となります。橋の方まで来て振り返ると、はい、この大きさがわかるんじゃないかなと思います。長いですよね。先が見えないくらい。中はどうなってるのかなとか、レストランフロアはどこかなとか、食いしん坊の私はそういうのも漏れなくチェックをします。外から見るとこの辺に客室があるのかなとか、小さな窓がついてるのは南東の船のお部屋なのかなとか、そういうのを想像するだけでも楽しいですね。そうこうしているうちに出発時刻も迫ってきましたので、乗り遅れないようにターミナルへと戻ります。そう、ちゃんと1時間以上前行動でゆったりのんびり迷惑をかけずに眺める余裕もあったんですよね。まあそれはともかく、もう一度船員さんに行ってきますと挨拶をします。立花丸さんにも絶対いつか乗るぞと思いながら、でも今回は乗らなくていいんですよね私。というわけでターミナルに戻ってまいりました。こちらは伊豆七島の先の小笠原諸島の展示コーナー。ここもいつか行ってみたいんですよね。船で24時間かかります。アホウドリもいました。実物を見るときっと大きいんだろうな。念のためということで乗り物酔いの薬を飲んでおきます。これは出港の30分前、10時出港だからちょうどいい時間かなと思います。はい、準備万端。そして船で眠りたい人が多いのか、自動販売機にはヤクルト1000も大量に売っていました。あとは朝到着する人なのかな、コーヒーも売っています。とここで怪しい情報を一つ。今回豊島より先はなんと条件付き運航。海の天候次第では着岸できずにそのまま帰ってくるというもの。9時間ぐらいかけて式根島まで行って、上陸できなければそのまま船に乗って神津島を回ってまた船に乗ってそのまま帰ってくるという船旅になってしまう可能性もあるということ。私は船旅が好きなので24時間船に乗っていても全く苦になりませんが、せっかくなら式根島も観光してみたいですよね。さて、私の日頃の行いはどちらに転ぶでしょうか。そして前回伊豆大島に行った時の入り口のところでぼーっと待っていたら、あれ、人が少なくなっているのにどうしたのと不思議に思っていたら、そう、立花丸の出発場所だったんです。それに気づいて慌てて外に出ます。式根島行きのサルビア丸は外を回ったところに入り口がありました。
あんなに余裕を持って行動していたのに、最後はバッタバタでした。まあとりあえず、すごく多くの方が利用されていて、満席近かったので、なんとか間に合うことができました。切符には、住所、名前、電話番号を書くのを忘れずに、降りる時も判件を提出しますので、なくさないように。まあなくしそうなのは、この中で一番おっちょこちょいな私なんですけどね。気をつけて、行ってまいります。船は大きいし、人も1000人ぐらい乗れる船なので、エレベーターで乗車口へと向かいます。まるで近未来空間。セキュリティチェックもありませんし、駅を降りたら本当にすぐに船に乗れてしまうので、船旅は楽で簡単といった意味もすごくわかりますし、ファンが多いのも頷けます。さて、いよいよ乗船の瞬間です。はい。よいしょー。乗船しました。サルビア丸です。りりしいサルビア丸くんがお出迎えです。特等や特二等、二等など分かれていますよね。後でしっかりご紹介しますね。船の通路はこんな感じ。長くて広いです。六甲板がレストランや展望デッキ。エレベーターもありますが、階段でしっかりと上に向かいます。少しは運動とダイエットもしないと。まずこちら、展望デッキにやってまいりました。ここはちょっと狭いかな。大事な機器がいっぱい並んでいます。そして夜の海も、落ちないように気をつけないとですね。映える撮影スポットもいっぱいありますよ。明るくなったら撮影しようかな。六甲板に降りて、皆さんが集まる甲板へ、出港の様子と景観を楽しみます。ロマンティック。船旅ってこれだからやめられませんよね。とにかく体が楽。夜景もとても綺麗ですよね。何度も言いますが、東京港区の夜景、これを眺めながら往復6000円で行って帰ってこれるんですよ。これはとってもお値打ちだと私は思っているので紹介しちゃいました。春休み一杯の価格です。なので早めに動画を作成しないとと思って。もちろんオンシーズンもなかなかお得ですよ。穴場かなと思っています。さて、いよいよボーディングブリッジが外されました。汽笛が鳴り、嫌が応にも期待が高まります。そして船が離岸していきます。だんだんと海の距離が長くなっていきます。いよいよ出港です。船旅のこのワクワクする高揚感たまりません。先ほどまであった大量の貨物も積み込まれたようですね。ゆっくりと遠ざかっていく景色、それを高い船の上から眺める幸せ。岸がどんどん離れていきます。先ほど見えていたマスト、それもゆっくりと遠ざかっていきます。港湾で夜遅くまで働く皆様、お疲れ様です。そして深夜の船を操縦される皆様もお疲れ様です。感謝しながら島へと向かいます。出発の時は右岸に位置するといい写真が撮れるかもしれませんね。先ほど前に泊まっていた橘丸さん、こちらは30分遅れの出港になりますので、まだ停泊していますね。これを眺めながら横を通って進みます。やっぱり大きいですね。今回は約45分ほどで横浜港に到着。横浜で次のお客様を乗せてから伊豆大島へ向かいます。ですので東京湾の美しい景色、そして横浜の景色も眺めることができるというお得なルート。その分時間はちょっとかかりますけどね。さらにオフシーズンの12月頃に、実はミステリー切符というのをやっていたのをご存知ですか？これはさらにお得で4500円ぐらいだったでしょうか。
行き先が当日までわからないといった切符。ツイッターのフォロワーさんで挑戦した方もいらっしゃったので、私も行きたいなと思ったのですが、日程が合いませんでした。伊豆大島だと6時間ぐらい滞在できるのですが、神津島に当たってしまったら30分の滞在。当日までわからないのが面白いですね。とここで東京タワーが見送ってくれました。ライトアップもとても綺麗ですね。次はレインボーブリッジをくぐり抜けたいと思います。夜のレインボーブリッジのライトアップもとても綺麗ですよね。下から眺めるとこんな感じ。車で渡るのもいいですけれども、こうして船でゆっくりと下をくぐり抜けるというのもおつなもの。なかなかできない経験がとても楽しいですよ。というわけで皆様のために下をくぐり抜ける映像を撮影してまいりました。こちらは左岸側に位置をすると撮影することができます。カメラを持った人もいっぱいいらっしゃいましたよ。さていよいよくぐり抜けます。ぜひご覧になってください。こんな感じです。いかがでしたでしょうか。背景のビル群の夜景とも相まって、まるでポスターやジグソーパズルにしちゃいたいような綺麗な景色ですよね。船の速度は約20ノット、約 38km だそうです。ノットの計算は2倍してちょっと減らすイメージ。30ノットだったら60にしてちょっと減らすから50キロぐらいかなみたいなイメージで計算しています。伊豆七島、中でも伊豆大島は大人気の観光スポット。熱海からも立山からも椿祭りの時期はいろんなツアーが出ていて、しかもどれもお手頃価格。案件とかでは全くないですが、大好きな島なのでよかったらぜひ。さて寒くなってまいりましたので、六甲藩に戻ります。レストランミルキーウェイはこんな感じ。夜は22時から24時まで営業しています。唐揚げなどおつまみもメニューが豊富。カレーは900円からとお手頃価格。夜中に食べると太ってしまうので、ここはちょっとだけ我慢。その代わり明日のお楽しみにしたいと思います。その時にちゃんと食べた感想と映像もありますので、後のお楽しみになさってくださいね。チキン丼やラーメンは1200円くらい。レストランは窓も広くて見晴らしもバッチリですよ。では船内のご紹介。手荷物置き場もこのようにきちんとあります。釣り具などを持っていらっしゃる方も多かったかな。各階ごとに自動販売機や内容が違ったものも置かれています。柿の種やキットカットなどスナック菓子も豊富。カップラーメンもお湯もありますので、ちょっと小腹が空いたなって時に便利ですね。四甲藩には案内所があって、いろんなことを教えてくださいます。毛布はこちら。100円で1枚借りることができますので、借りることにしました。自分の部屋を見つけようとうろうろしてしまいます。今回私は2棟の和室、女性限定部屋をリクエストしました。女性専用部屋は早く埋まってしまうことが多いそうです。自分の部屋に向かう途中にあった部屋をいろいろと眺めながら進みます。2棟は1席もあって、リクライニングシートのタイプの席もあります。6000円の切符で入れるのはこちら、2棟の和室。定員4名から18名タイプの部屋。こちらは女性専用の部屋。外には下駄箱があってカーテンがついています。上には貴重品ボックスがあります。100円を入れますが戻ってくるタイプ。枕があり、借りた毛布を置きます。顔の部分はパティションがあってプライベートも確保されます。女性専用部屋は4階にあったので窓がついていました。外も眺められましたよ。耳栓とアイマスク、そして大部屋だと伺っていたので、みんなが使えるコンセントを持参。
よかったら皆さんお使いくださいと一言声をかけておきました。コート掛けフックもあります。床に寝転んで毛布をかぶるとこんな感じ。足を動かしてご機嫌です。しっかり伸ばしても広々と使うことができます。椅子タイプのお部屋よりもゆっくり寝転がれる和室の方が私は好きかな。ただ腰や膝が痛くなる可能性があるので、下に何かクッションタイプのものを持ち込んで引いてらっしゃる方が多くいました。慣れてる方は違いますね。どなたもいらっしゃらなかったので撮影させていただきました。2棟の一席はこんな感じです。横になるより椅子の方がいい方もいらっしゃいますものね。このようにアルファベットと番号に区切られています。迷っても一周すればなんとか部屋にたどり着ける作り。ホテルのような特棟や特一棟は上の階にありますね。そうこうしているうちに横浜港が近づいてまいりました。再び六甲畔の展望台に出てみます。夜の海、独特の雰囲気がありますね。甲板はライトがあって安全に歩くことができます。携帯を落とさないように指に巻きつけ、下を撮影すると白波はこんな感じ。ぐいぐいサルビア丸が進みます。まだ横浜港に向かうにはちょっと時間があったので、他の船室もご案内いたしますね。寒かったので船室に戻ります。船が揺れているときはエレベーターがあるととても便利です。階段だとおっとっとっとなりがち。そしてエレベーターの中にはこのように3階にはシャワー室、アメニティキットの自販機などの案内があります。 Wi-Fi の案内とパスワードも貼ってありました。船室の案内図はこんな感じになっています。3階なのでシャワー室もありますね。ここは特に棟、カーテンを閉めてプライベート空間。シャワー室は100円コイン式。中はこんな感じになっています。清潔で便利でとても綺麗でした。夏は混んでしまうかもしれませんね。いいなと思ったのは、ドライヤーは無料で使えるみたいです。今回レディース部屋満席でも、他の部屋はガラガラだったので、あえてレディース部屋にしなくてもよかったかななんて思ったりも。船内を散歩していたら、お部屋の写真がこのように掲示されていました。特一棟、特棟、これはホテルみたい。さすがですね。船内の至るところに映え写真が撮れるスポットがあります。記念写真を撮るのにとってもいい思い出が作れるかも。そうこうしているうちにアナウンスが入りました。まもなく横浜港です。みんなぞろぞろと六甲畔に向かいます。こちらは横浜ベイブリッジ。ライトアップされた橋がとっても綺麗。海の港、横浜がいよいよ目の前ですね。そしてやっぱり、そう、橋をくぐり抜けるときは撮影部隊登場です。周囲の皆さんとお揃いの行動と動作、みんなでせーのでくぐり抜けながら写真撮影を行いました。船旅って時間も余裕もあるせいか、なんとなくこの一体感を感じながらの旅というのも楽しいですね。皆さんほがらかのんびりゆったりといった感じです。はい、こちらも無事にくぐり抜けることができました。さて、そうこうしているうちにいよいよ横浜港に到着です。みなとみらいの観覧車が見えますね。横浜は大好きで、横浜中華街や観光スポット、食べ歩き動画などもありますので、よかったらそちらもご覧いただければ幸いです。横浜マリンタワーも見えてきました。とても綺麗ですね。夜なかなか出歩くといったことはしないのですけれども、船旅なら安心安全。普段と違った夜景や光景を眺めながらの旅、楽しいですよ。こういった穴場情報をお伝えして皆様のお役に立ちたいななんて思ったり、
観覧車もだいぶ近づいてきました。活気のある横浜の港町の夜景です。そして入り口が開きました。ここにブリッジをつけてお客様が乗船なさいます。こちらからもかなりのお客様の数がお乗りになりました。東海汽船大人気、やっぱり船旅ってこれからもっと人気が出そうな気がしてなりません。ぜひ皆様も今のうちにいかがですか。って本当に案件じゃないんですよ。横浜の客船ターミナルはこんな感じ。ドコモターミナルって近未来空間のようで洗練されていておしゃれですよね。ちなみに伊豆大島へは高速ジェット船もあって1時間半から式根島へは3時間程度で行くこともできます。高速ジェット船の格安切符もありますよ。さて冷凍食品の自動販売機もあります。ポテトフライや唐揚げも600円ほど。持ち込み商品の電子レンジの使用は不可です。明太クリームパスタの冷凍食品は750円ほど。小腹が空いてもそれほど高くない価格で召し上がれる印象です。島の地元の方たちも利用される船だからでしょうか。というわけで耳栓とアイマスクをしておやすみなさい。消灯時間は11時50分ぐらいだったと思います。周囲で仲間同士宴会をしてらっしゃるお部屋もありましたが、その頃には皆さん静かに寝静まりました。さて皆さんおはようございます。ただいまというわけで、前回もやってまいりました伊豆大島に到着です。朝焼けが綺麗です。時刻は朝午前6時頃です。朝の5時半頃にオルゴールが鳴り、アナウンスが入り、電気がつきました。そして皆さん下船の準備をされます。そして怪しいアナウンスも。この先は引き続き天候調査が入り着岸できないかも、行き先を変更する方は急ぎ4階の案内所へというアナウンス。諸便はすでに欠航が決定していますなんて怪しい話も。悩んだのですが、日頃の自分の行いを信じてそのまま続行することにしました。甲板に出て伊豆大島を眺めます。それがぐっすり眠れたので体調もすこぶる良かったんですよ。伊豆大島は特に今の時期椿祭りもやっているのでお客さんがいっぱい。金目鯛など海の幸も豊富。明日場はとても健康にもいいですしね。三原山でトレッキングやお鉢巡り、登山など楽しいところもいっぱい、見どころいっぱいの島です。自然も豊かなので人工的な開発されたビーチリゾートよりも自然の海水浴場やハイキングなどを楽しみたい人にはぴったりだと思います。さて心配していましたが無事着岸です。朝ごはんは7時半から8時半、そのため午前6時の段階では準備中です。お部屋に戻り、4階のお部屋からは外の景色が眺められます。はめ込みよりも窓付きのお部屋ってやっぱりいいよなぁなんて思ったり。というわけですっかり夜が明けてやってまいりました。こちらは豊島、運命の瞬間です。伊豆大島から先、豊島、新島、式根島は条件付き運航。そう、着岸できなかったら降りることもできずそのまま就航して東京に戻ってくるコース決定。こんな吹き出しとともに記念撮影をしているどころではありません。ですが豊島は無事に着岸、航期することができました。というわけで新島、式根島も大丈夫かななんて望みながらまた船室へと戻ります。豊島周辺の海原はこんな感じ。まだそこまでうねっていないかな、だから着岸できたのかな。
それが新島式根島に近づくにつれてこんな感じ。はい、とってもうねってます。うねりって表面だけじゃなくて2、30メートル下もうねってるんですよね。このうねりが下まであるかと思うと、もうサルビアくん頑張れとしか言いようがありません。船員さんたちもお疲れ様です。この中就航を決定してくださって本当に大変なことと思います。ですが薬のせいかちっとも酔うことはありませんでした。新しい船ですし、客船と下の間に板か何かをかませてるのでしょうか。ディーゼル音とかもほぼしませんし、揺れもほぼなかったです。最新の船で快適快適。油断はできませんが、それほど心配しなくてもいいのかもと思いますよ。そうこうしてるうちに新島も無事に接岸、着岸。いよいよ式根島へと向かいます。ただ最後まで油断はできません。毛布をきちんと畳んでありがとうございました。一晩お世話になった船室を後にします。途中の島で少しずつ下船され、私の部屋は式根島で全員下船となりました。こちら式根島、甲板から眺めますが、かなり波がうねってるのがわかりますでしょうか。体感はほぼ感じませんが、外から見てるとかなり上下に動いているなぁと思ったことを覚えています。式根島のぶせ港です。ようこそ式根島へという看板もあるのに、ここで着岸できず船に乗ったまま次の神津島へ向かいますということになったら、それはそれで楽しいでしょうけれども、できれば上陸したい。ひたすら祈ります。最後の最後まで油断はできません。ちなみにテレビモニターで接岸の様子を確認することもできます。そしてなんと無事着岸です。タラップがつきました。というわけで上陸します。風が強い中本当にありがとうございます。11分ほど遅れての到着、滞在時間は約2時間となりました。では初式根島ドーン。半券の回収も忘れずに。タクシーはないので宿やレンタカーの方のお迎えの行列ができていました。お世話になったサルビアちゃんにご挨拶。今から神津島に向かって往復してきて2時間後この同じ船に乗って東京湾へと戻ります。2時間あればレンタサイクルで島一周できるのも式根島の魅力。この海の透明度見てください。亀が息継ぎのためにぽっこり口を海の海面に出すこともあるんですよね。会えたらいいなぁなんて思いながら眺めます。こちら錦号は隣の新島を往復する船、1日3便あるそうです。坂の途中に観光局さんがあるので、パンフレットや地図をゲット。皆さん本当に親切でとてもよくしてくださいました。徒歩2、3分ぐらいの観光局のところまで来たところで、サルビア丸が出港です。神津島に向かって行ってらっしゃい。帰りにまた会おうね。徒歩でも苦労なく回れる島なので、それほど心配することはありません。出港していくサルビア丸のお尻を眺めながら坂を登っていきます。そうすると5分ほどでもう中心街へ到着。海から一番近いところのレンタサイクルさんは今日は休業と聞いていて、その先の池村商店さんで借りるようにというアドバイスももらっていたので安心です。途中にはいろんな民宿さんがありました。こちら揚げたてのパンとお弁当で定評のある池村商店さん、食べたかったら帰りに自転車を返すときに買いますのであげといてくださいとお願いするべきでした。そう、この後バタバタ珍道中が始まります。レンタサイクルはありがたいことにまさかの電動、1回800円ほどで借りることができました。私が伺った日はラッキーなことに年に1回の島のお祭りの日、のぶせ湾から池村商店で自転車を借りて、この先の公民館でお祭り
文化祭を行っていて、その後下の方に行って温泉を巡って、さらに海岸で海水浴の美しい海と砂浜を眺めて一周してレンタサイクルを戻して戻るというコースを選択することといたします。島には豊富な海の幸を使ったお弁当や美味しいグルメがいっぱいです。島の恵みの牛乳せんべいや赤イカの一夜干し、お魚のすり身のたたきなど美味しいお土産がいっぱい。まずは今日は文化祭、島の美味しいものが一気に集まる公民館へとやってきました。文化祭ですので、もちろん中の撮影は遠慮しておりますが、本当だったら紹介したいぐらい素晴らしかったです。後ほど購入した美味しいグルメをご紹介しますね。コーヒーを無料で振る舞ってくださったり、島の人たちの優しさに触れて感激でした。式根島の特徴といえば豊富な温泉。まずは地名温泉へと向かいます。途中嬉しかったのが、日向ぼっこをしている猫さんたちがあちこちに落ちていること。毛並みも毛艶も良くて、きっと可愛がられてるんだろうな。電動サイクルで楽ちん。途中湯加減の穴で温水の温度を確かめます。海に近い場所にある温泉の数々、展望台もどれか一つぜひ登ってみてくださいね。光景は後ほど。さて、まずは秘境の中の秘湯、地名田温泉にやってまいりました。この階段を降り切った先、この海の間近にあるのが温泉です。名所、地名田温泉は年中無休、無料。太っ腹すぎます。水着着用です。断崖の谷間までこの階段を降りていかなければなりません。名工の方たちの苦労が忍ばれます。硫黄泉、塩泉です。胃腸病や婦人病に効能があるとされています。断崖絶壁、石切りの奥。この光景を見るだけでも素晴らしいですよね。足を踏み外さないように何とか下まで降りることができました。この先に温泉があります。気分はもう冒険者。あ、ちなみに東京都です。走っている車は品川ナンバーです。念のため。大阪の方も来ていらしたりして、こんないいところがあるなんて、もっと広まってもいいなと思います。そして湯煙が出てまいりました。鉄かな、硫黄かな、岩肌が赤く染まっています。湯煙が吹き出しているこちら、下からコポコポと源泉が湧き出しています。手をかざしたらここが一番熱かったかな。自然の温泉、潮の満ち引きに合わせて温度や深さが変わります。この辺りが熱湯ですね。お湯は透明でとても綺麗です。左に目を向けるとこの辺りが適温の湯。すぐ先は海。大自然絶景の温泉です。今でも十分魅力的なんですが、これから先もっとお客さんが増えてしまいそう。私はのんびり大型客船で来ましたけれども、ジェット船なら3時間程度で来れてしまう式根島。こんな自然な魅力が詰まった素敵な島です。そして降りたからには登らなければなりません。ぜいぜいはぁはぁ言いながら、必死で階段を登ります。船でくっちゃねしていたので、このぐらいの運動はちょうどいいかも。行きの船で同じ部屋だった方たちとも行き合って、どうですか？降りられます？とか、そんな会話や出会いもあるのも楽しいですね。もうヘトヘトになっているので、画面に指が映っていましたが、どうぞご容赦を。今度はそのすぐそばの足地山展望台へ。どこも標高80メートルほどと聞いていたので、それほど苦もなく登れるだろうと頑張って登り進みます。足つき温泉方面とあるように温泉が本当に豊富。それは後ほどとして、この自然豊かな道を踏み進めます。普段登山が好きで山と見れば登ってしまうのですけれども、こういう自然豊かな道を歩くのって心も体もリフレッシュできます。途中ベンチがあって一休みすることもできます。
お弁当とかを持ってこういうところでのんびりするのもいいですね。と言いつつ、さっき地なた温泉で急角度の傾斜を上り下りしたからでしょうか。この程度の展望台へ向かうのでもぜーぜーはーはー言っております。この後7、8時間また船の中でくっちゃねくっちゃねするのですから、このぐらいは運動しないとですね。頑張ります。どこも本当に歩きやすいですよ。さて、あとちょっと。というわけで、じゃーん！展望台へ着きました。島の展望台、独特の雰囲気と光景。眺めると広がる海原と隣の島々。素晴らしい光景が広がっています。この海の中の島から見る光景、360度海に囲まれた絶景、ぜひ皆様にも試して眺めてほしい。クジラも普通に見えるらしいので探しますが、今回は会えませんでした。この辺りがさっきの地なた温泉の辺りかな。こんな貴重な光景が眺められる温泉、絶対人気が出てしまう。どうしよう。今年の夏のトレンドは式根島と温泉で決まり。新島もすぐ隣に見えますよ。この実は何かな。花と実の名前を覚えるのも楽しいですよね。自然歩きって足元を注意しながら降り、そして足元に注意しながら時折空を眺めます。雲一つない青空が広がっています。いい天気の日に来てよかったです。接岸、上陸できない可能性があったなんて信じられないほど、いやー日頃の行いが良すぎてごめんなさいね、なんて。こちらの道も行きたかったのですが、ひとまず自転車に乗って次の目的地へ。こちらは式根島温泉憩いの家。先ほどの海中温泉とは違ってゆったりとくつろげる施設。休憩室もあるのに、なんと200円で入ることができます。水曜日は定休日なのでご注意くださいね。温泉からの帰り道、相変わらずにゃんこちゃんたちが落ちてます。日向ぼっこをしていて幸せそう。人が近づいても逃げないので悪さをする人もいないんだろうな。長期滞在、湯治用の宿もありました。こういうところにゆっくりと泊まってにゃんこちゃんたちと戯れていたら、心も体もリフレッシュ、癒されそうですね。こちら別の場所のにゃんこちゃんたち、チャトラちゃんたちが多いのかな。そう思ってたら後ろからさらにのっしのっしと新たなにゃんこちゃんがやってきました。そんな風にのんびりしていたらあっという間に時間が経過。本当は鳥居があって雰囲気がバッチリの松ヶ下雅湯、こちらはすぐ近くまで車で来られるそうです。そして別の海中温泉、無色透明の足つき温泉など、その他の温泉巡りもしたかったのですけれども、残り時間が少なくなってまいりました。島を一周するには時間が足りないというわけでメインストリートへ。多くのお店が立ち並んでいます。海水浴場はまだ見ていないなというわけで、石城川海水浴場へやってまいりました。式根島には多くの海水浴場があり、泊まり海水浴場の方は日本の海水浴場88選に選ばれた透明度を誇るビーチ。延瀬港から徒歩5分なんですが、今回はそちらに行く時間はなしですが、この石城川海水浴場もとっても綺麗でしたよ。遠浅で白砂も美しいビーチ、人も少なかったのでもう独り占めです。そう、ベンチもテーブルもあって木陰でお弁当を食べる場所もありました。海を眺めながら一日過ごしていても飽きなそう。遠浅の美しいビーチはこちら。下まで降りてみますね。これで式根島で温泉を楽しみ海水浴場を楽しむという自分で勝手に課していたミッションはコンプリート。
自転車で島一周もできましたということにしておいてください。それにしても時間が足りない。もっと魅力をお伝えできたらいいのに。松の木も美しくて見応えがありますね。波も穏やかなのでゆったりと楽しむことができますね。遠浅なのもいいですよね。時間がないのに時間を忘れてしまうほど眺めてしまいます。この透明度伝わりますでしょうか。本当に綺麗なんですよ。ビーチで遊んで体が冷えたら水着のまま次の海中温泉へ、温まったらまたビーチで磯遊び、そんな楽しみ方ができる島です。はい、この美しい島とビーチを独り占め貸し切りです。生きてる巻貝が落ちてたりしました。もちろん元に戻しましたよ。おっと、波に靴が濡れてしまっては大変。ちょっと退避。海を見て空を眺めると青空。こんな時間の使い方ができるのっていいですね。砂鉄が含まれているのか黒い筋と跡がありました。そして階段をえっほえっほと登ります。11時25分出港の船に乗るために11時ぐらいまでには自転車を返してねって言われていたので、ここから先はあ、井戸があったんだな、あ、こういうお店があるんだな、あ、グルメ買いたいななどと思いながらも、自転車を爆速で漕いで時間内に自転車を返却。揚げパンのオーダーとお弁当のオーダーは先にしておくべきでした。というわけで11時に自転車を返して、そこから徒歩7、8分のところにある延瀬港へと戻ります。帰りは下りなので楽ちん。島魚のすり身を叩きというのですが、これもお土産に買いたかったな。とにかく2時間というのはあっという間。日が昇って朝よりさらに綺麗になった海を眺めながら、行き当たりばったり、地図がちょっぴり読めない女の自分を反省。こちら東海汽船さんの事務所。あれだけ時間があったのに、帰りの切符の住所と電話番号、住所を急いで書くというこの段取りの悪さ。こちらが船の待合所。びっくりするほど船は正確。やってまいりました。行きで乗っていたサルビア丸くんです。この勇姿。式根島滞在、約2時間じゃ本当に足りません。今度はちゃんと宿泊をして、展望台から美しい星空を眺めたいなと思います。そして温泉と海水浴場とグルメも全制覇チャレンジなんて、ダメダメ、そういうバタバタな時間の使い方をするのがいけないところ。たまにはゆったりこの船のように構えて時間を過ごしたいですよね。船首がかなり上下にバウンドしているのがなんとなくわかりますか？ここまで来ると大丈夫ですが、このうねりの中接岸するのって本当に大変なことだと思いますね。もし着岸できなかったら一泊決定。それでもいいかななんて思いながら待っていましたが、無事に着岸。レンタサイクルで行く先々で行き合った方たちは、行きの船で行き合った方たち、うわー間に合ってよかったですねなんて、出会ったばかりとは思えない連帯感と一体感。船を降りるまでは挨拶程度しか交わさなかったのに、一晩一緒に過ごすとなんか仲良くなれちゃいますよね。うーん、サルビア丸くん、やっぱり大きくて立派です。豪華客船ももちろん憧れますが、この日本のお座敷雑魚寝の文化、こういうのも大好きなんですよね。波しぶきとともに大迫力の接岸です。というわけで帰港が決定してしまいました。帰りたくないよ。次は絶対宿泊とともに星空を眺めて温泉三昧するぞと誓います。最近旅行も物価も高くなってしまってなかなか行きづらいのですけれども、こういう素朴で楽しい船旅、
体力的にも無理がないですし、これからもっと見直されていくんじゃないかなと思います。帰りももちろん2棟和室で、帰りは日中なので特にレディースのお部屋にはいたしませんでした。一般客は一般客、グループ客はグループ客みたいに予約の段階で一応配慮をしてくれているみたいでしたよ。さて、甲板に足を踏み入れて、はい、いよいよサルビア丸乗船です。2時間ちょっとの滞在でしたが、とっても楽しかったです。島の方たちが手を振ってくださるので、私たちも手を振ってお別れをします。デッキが外されて、いよいよ出港です。積み荷も無事完了。名残惜しい思いでいっぱいです。本当にありがとうございました。最後の自転車爆速で汗をかきまくったので、潮風が心地よいどころかちょっと寒いかも。着替えは持ってきましょう。私も着替えを持ってきたので、後で着替えることとしますね。ひとまず出港を見守ります。人口は500人程度だそうです。隣の新島は大きくて、レンタカーがないと観光ができないかなと思ったので、車の運転に自信がない方は式根島を回ってみるのはいかがでしょうか。新島などもいつか行ってみたいと思っています。無事に出港です。手を振ってくださってありがとうございます。深いのに透明度の高い綺麗な青い海、なかなか見たことのない海の色ですよ。安全なところまで徐行で運転、そしてしばらくすると速度を上げていきます。船は本当にいろいろな設備があって、お手洗いの扉はバタバタしないように磁石で止められるようになっていたり、レストランの椅子もチェーンで下にしっかりとくくりつけられていたり、船独特の設備にいろいろ気づくことも楽しいです。地上では味わえない普段とは違った経験ができることも船旅の楽しみですね。またいろんな新しいことにチャレンジしていきたいと思います。展望デッキにはステージもありました。船尾から島を眺めます。天気も良かったので、船旅って本当に景色も良くて楽しいですよ。ここで出港30分前に飲まなければならなかったのに、慌てて忘れていた酔い止めを飲みます。と言ってもそれが不要なくらい、サルビア丸くんは安定していました。最後の方は時間がなくてバッタバタでした。でもこれから約8時間程度船の中でゆっくりできます。 Wi-Fi はパスワードもありましたけれども、あまり繋がらなかったので、余計なこともなくゆったり過ごせる時間になります。強制的にネット環境から距離を置くということは、こういう機会でもないとないですものね。海は刻一刻と姿形を変えるので、全く飽きない旅です。今回の2棟和室はこちら。行きは4階、帰りは3階。4階のレディースのお部屋は満席でしたが、帰りはこちら伊豆大島までは貸し切りでした。女性部屋との違いはカーテンがないこと、そして3階ははめ込みの窓はありますが、外は眺めることができませんでした。フロアごとの販売物品はこんな感じ。というわけで、帰りは楽しみにしていたレストランにやってまいりました。明るくて綺麗なレストランです。窓も大きくて、外を眺めながら食事ができる、
素敵な時間ですね。帰りもやっぱりうねりがありますね。オーダーしたのはこちら、カレーライス900円でした。お盆は滑り止め加工がされています。スープも熱々で美味しかったです。それでは、いただきまーす。船で熱々のカレーが食べられるのって美味しいですよね。船に乗ると海軍カレーじゃありませんが、なぜかカレーが食べたくなります。波は大迫力。酔うかなと思って揚げ物は頼まなかったのですが、周囲の人たちが召し上がっているエビフライカレー1500円がエビが大きくてとっても美味しそうでした。次はあれを頼もうと思います。そしてカレーだけにしていたのには訳があります。少なめにしていたのは、そう、式根島の文化祭でいっぱい食料品を買い込んだからです。魚のすり身の甘酢あんかけ団子、チーズたっぷり具沢山のナチョス、そしてキャラメルポップコーン。具沢山のこのナチョス、玉ねぎやハラペーニョかな、ちょっとピリ辛のものが入っていて絶品。そして普段はアジフライの南蛮漬けなどにも使っているのでしょうか。魚の甘酢あんかけのお団子も大きくってとっても美味しかったです。キャラメルポップコーンも美味しくって、下膳までに手が止まらなくて半分以上食べてしまいました。本当にどれも美味しいです。そしてあっという間に伊豆大島にやってまいりました。波がありましたので、今回も岡田港ですね。海の上を飛ぶ高速ジェット船も止まっていました。これはゆいちゃんかな、ともちゃんかなと思って聞いたら、どっちも外れ、大量ちゃんでした。とここで歴代の卒業生による垂れ幕が掲げられていました。どうやらこちらの水産系の高校さんの卒業式の日だったそうです。 PTA の方や生徒さん、先生さんたちも集まっていて、ものすごく賑わっていました。しばらく病泊しそうでしたので、今のうちに船を散策。さっき食べてばっかりでしたので。立派なロープですね。さすがに操舵室は見学できませんでしたが、こういった機械類を眺めるだけでも楽しいです。帰りがけうろうろしてたら一等船室の横を通ってしまいました。しっかりと扉が閉まるようになっています。行きは暗かったのと眠かったのでご紹介しなかったのですが、ベンチ席もあります。このように座って明るい外を眺められますよ。このように海に向かってベンチがずらり。卒業生さんたちの心のこもった横断幕と、これは安全な航行を祈るですね。旗で会話をし合うのも素敵ですよね。こちらが各船のキャラクターさんたちです。高速ジェット船大量ちゃんは1時間半で東京に帰着です。そちらもどうぞお元気で。足束や牛乳せんべい、椿などを持っていますね。東海汽船さんはつい先日130周年記念を迎えられました。その時に就航したのがサルビアくんとゆいちゃん。はい、ここにサルビアくんがいますね。猫さん船長さんも可愛い。記念のスタンプも押してみました。貸し毛布は券売機もありました。帰りは日中だったので別に毛布はいらないかなと思って今回は買いませんでしたが、あってもいいかもしれませんね。帰りの船室はこちらです。お世話になりありがとうございました。実は帰りは伊豆大島からは満席だったんですよ。卒業生さんたちと同室になりました。寄せ書きを書き合ってらしてとても微笑ましかったです。卒業おめでとうございますとお声掛けしてしまいました。下の階の船室が満席の方が重心も安定します。ほぼ揺れずに無事に竹芝桟橋へと戻ってまいりました。名残惜しいですが、無事に下船上陸となります。和室なので
ゴロゴロできますし、船室のテレビをみんなで眺めたり、ほとんど退屈しませんでした。たまに昼寝も挟みながら、揺れもなく、疲れもなく、ゴロゴロ寝ては食べての楽しい楽しい優雅なのんびりとした船旅。そして再び綺麗な夜景です。サルビア君ありがとう。そして船員の皆様も島の皆様もありがとうございました。橘丸君もいましたよ。マストのモニュメントが懐かしく感じます。島ではバタバタでお土産が買えなかったので、いつものこちらフェリーターミナル内でお土産を購入。帰りはもう夕飯を作る気力がなかったので、お蕎麦をさっと食べて帰宅しました。さて皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。重ねまして今回の船旅の予算、往復6000円でした。これからもお得で穴場の楽しめるスポットをご紹介していきたいと思います。お土産は牛乳せんべいでした。よければチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。